それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。で、前回はモジュラー算法ということで、中国常用算法を用いた一連のアルゴリズムについて紹介した後で、そのモジュラー算法の具体例としまして、その中国常用算法によるその行列式の計算を効率化するアルゴリズムを紹介しました。で、今回は久しぶりに以前この授業の最初の方で議論しました計算量の話をまとめて行いたいと思いますが、これまで そのいくつかのアルゴリズムの中で、計算量の見積もりを行ったんですが、割り算関係の計算量の見積もりがまだ済んでいないところがありました。で、そこで今日はそこにフォーカスしまして、除算の計算量と、それから各ユークリッド誤助法もしくは拡張ユークリッド誤助法の計算量で、最後に中国常用算法の計算量の見積もりについて説明したいと思います。で、一応今日の資料はですね、テキストにはあちこちに散らばって載っておりまして、で、大体その証明は書いていないものが多いですので、主に今日のこちらのスライドの資料を参考にしてもらいたいと思います。で、まず割り算の計算量ですね。で、ここでは多項式の常用付き除算をまず取り上げます。で、ここではその AX と BX を整数係数の多項式としまして、 BX をモニックでやるとします。で、A の次数を K としまして、B の次数が M で、K は M 以上という代償関係にしまして、この状況でその多項式の常用付き除算を行うという状況を考えます。で、これはだいぶ前の授業で紹介しましたけれども、まず多項式の常用付き除算のアルゴリズムがどういうものだったかというのをちょっと振り返りましょう。で、入力は AX として、係数はですね、定数項から小引きの順に並べていることに注意してください。それから BX も同様に並んでおります。BX はモニックですので、この BX の係数を表す組の、その一番最後の要素は1になっております。で、これに対して、QX が小で、RX が乗与という形の多項式を出力するというのがこのアルゴリズムです。で、アルゴリズムの本体はこのようなものでして、これもちょっと一回振り返ってみる必要があるかと思いますが、基本的にはその我々が筆算で行う除算をそのままこう書き直したと言ってよいでしょう。まず最初にこの第一ステップではこの AI っていうのは A の係数ですね。A の係数をこう R っていうのは常用の方の係数に移していきます。だから一旦ここではその乗与 R を A と同じ多項式にして、でそこからこう少しずつこう小に当たる部分を引いていって、最後に引けなくなって残ったものが除算の乗与となる仕組みになっております。で、第2ステップでこの除算 その中心的な部分を行いますが、今回はそのですね、乗多項式ですね、割る方の多項式 BX がモニックですから、そうするとモニックっていうことは最高次の次数が、いや係数が1ですので、その時に計算するその小ですね、小っていうのはその時点割り算を行うある時点での割り算を行う時点での余りの係数をそのままこのが小の係数になるという仕組みになっています。で、この辺がですね、よく実感できない人は、多分自分で各自で一回、その一変数多項式の除算を筆算で自分でやりながらですね、このアルゴリズムと比べてみると良いと思います。で、この、中のですね、この B の部分で、そのある特定の1回の割り算ですね、1回の割り算というのは、ある1ステップのその多項式のその BX の引き算を行います。で、これを外側のループの中でこうだんだん繰り返していくことで、割り算を行うという仕組みになっています。で、最後、ステップ3で、
まあ、小のと徐余を返すということですね。で、その見積もりなんですけれども、まずステップごとに見ていきましょう。まず第一ステップは、これは代入のみなので計算量に影響はありません。で、第二ステップですけれども、ここはまず外側のループが、変数 i に関するループですね。で、i の動く範囲が k-m から0ですので、ループの回数、繰り返しの回数は k-m プラス1回となります。で、その下 のステップ2の a ですね。2の a は、これは代入だけですので、計算量には影響はありません。で、その下のステップ b で、さらに今度は変数 j に関する繰り返しがあります。で、j の繰り返しの範囲は m-1 から0までの範囲ですので、ここでの繰り返し回数は m 回ということになります。で、そのステップ b の中で実際に行われている計算は、その整数の、ここですね、qibj という乗算1回と、それから r の i プラス j からこの qibj を引くという加算1回が行われております。ですので、まあ、このループの一番中では、その、まあ、オーダー1ですね、オーダー定数の、演算が行われていて、で、そのループの回数っていうのが、外側の k-m プラス1と内側の m をかけますので、これをオーダーで評価すると、m かける k-m という計算量になります。で、ここでその m はですね、先ほどの定義からその除多公式ですね、bx の次数でありました。で、一方で k-m は何かというと、これはこの割り算で出てくる小の次数と等しくなります。ですので、まあ、このですね、一変数多項式の除算においては、その、まあ、係数間の加減乗除の回数というのが、その除多項式、割る方の多項式と、それから小の次数の積に比例するというのが、まあ、一つの答えとなります。よろしいでしょうか。